中道隆は、江戸時代後期の森岡藩の儒学者。字は、祖影。通称は五郎。後に、通称より五郎を五とした。はじめは、高生としていた。中道よは養子。範囲、高道春の次男。高道春は最初母保田藩の大館にいたが、範囲になったため、大館から森岡に移住姿勢も変える。高下元年に、父が死去し、その年に、藩主。 南部リズミの禁じとなるが、翌年に脱藩、江戸へ出て、朝香盆斎、東場一堂に儒学を学び、国史や仏典、創実にも通じる。さらに各地を放浪し、山和国の森田摂斎や秋国の堺古山にも支持し、当時堺の元にいた吉田松陰、栗島良蔵らと知り合って、尊能論者となる。楓江二年、兄、孔修願が、藩の内紛で殺害され、 家禄が没収されたことを知り、粛清したタクサリ左前暗殺を計画して、松影に協力を求めている。この際偽名として中谷八郎を名乗る。だが、4年後にタクサリが失脚したために計画は失敗に終わった。後に真相が分かり兄の子に家禄が戻る。安政6年に藩への復帰を許されて藩の受官となり、道を養子として、 後にかつて用いた、中と改正する。母親戦争の際に、奥上越列藩同盟参加を支持した藩の幹部として、責任を問われて、奈良山佐渡、佐々木直作と共に遊兵される。後に、明治政府に召されて、大蔵省、文部省に出資して、小汁園、小学特保の編纂に加わる。渋沢栄一、木戸高義武津宗光らと親交があったが、 不平氏族や自由民権運動に好意的であったために、萩の乱では、前原一世との内通の容疑で取り調べを受けた。著作に、外政満筆、はばかりながら、古事記敏乱、倉庫必ず、極む、楽器、鳥助衆などがある。墓所東京都青山霊園青山霊園に眠る、人々花水木マイナス2018年3月10日アクセス。ありがとうございます。